どうもー、影やんです。ここにね、ゴーヤのね、苗があったんですけど、ゴーヤの苗全部こう、片付けたというか、おさらばしましたね。うちの親父がですね、全部やってくれたんですけども、ちょっともうゴーヤに関してはもうちょっと、これから秋に向かってですね、ちょっと育ちにくい状態になってるということでですね、ゴーヤに関してはもう終わりと。結局、ゴーヤ取れたんは3つかな。それぐらいでした。これから、このブロッコリーやったり、キャベツやったりね、秋ナス、トマトと、秋トマトとを期待したいです。以上です。